いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回はテルリー村上って誰ということでお話します。まあ、あなたは何者なのかってことです。私は私、あなたはあなた。まあ、その自分のことがよくわからないという相談をする人たちがいますね。まあ、当然です。まあ、見た目は、まあ、鏡を見るとわかりますよね。でもあなたの内側は秘密の中に隠れてます。あなたの内側ってのは潜伏、寄生しているということです。で、私は何者なのかということですね。このシンプルな問いに向き合うと、まあ、そしてその自分に会うための旅をするということが大事ですよね。いわゆる自分の内側の中に旅をするということです。旅をする、まあ、探検をする、探しに行く、まあ、いろんな探し方あると思いますけども、まあ、世界中を旅するバカもいますよね。世界中を旅していろんな人に会って自分を知る、時間もコストもかかります。まあかっこいいかもしれないですけど、どうなんでしょうね。世界を見たって自分のことは分かりません。まあそうですね、相対的なので、まあいろんな人を見て自分のことを知る、比べる、比較する、あまりいい思考習慣ではないですけども、まあ、一つの手立てだと思います。それでいろんなことが分かって、そこから始まる人たちもいます。そこからいろんなこう、リーダーシップというか、先頭を立つという気持ちとか、いろんなことを体感できるんですよね。自分がものを考えて行動する。そういったことができるようになるのかもしれませんね。まあ、旅をするっていうのはいいことですよね。で、まあ、自己分析ですけども、まあ、生まれ持ったこう運命や宿命、運勢だとか、霊的な力、まあ、タイミング、まあ、時勢の運とか、人相、手相、家の配置、まあ、生命判断とか、生命、名前じゃないかとか、霊媒とか投資とか、対抗催眠とか、ヒーリングとか、まあ、いろんな占いとかありますよね。それとか、まあ、自分の自己分析のなんとかグラムとか、いろんなもありますよね。そのものでは分からないんですよ。そのものよりも、自分の過去を振り返るということですよね。まあ、なんかいろんな質問集とかどっかでありましたよね。その自分のこの生まれた時からの、幼少期の頃からのなんか質問集があって、それを答えるというのが手っ取り早いと思いますね。過去の出来事や出会いの中で印象に残っているのとか、まあ、誕生日から具体的に話し出すっていうのは何か質問がないとね、自分でできないですよね。質問ってすごい力があると思いますけども、その中でまあ見たくない過去ほどまあ正直にじっくりと思い出すということですね。ものすごくその、過去に失敗したことというのが一番学びになっていて、そこはどっかにこう忘れてきてるというか、思い出せないこともあるかもしれないですけども、結構これを細かく思い出すと、過去から見えてくる自分のストーリーから自分の価値観が透けて見えたりもします。まあ、そして自分が善人なのかとか悪人とかダメ人間なのかという評価は不要で、まあ、これまでの自分を受け入れるということが大事ですよね。ちょっと、まあ、心が痛いところもありますよね。まあ、いろんなこう告白するとかカミングアウトとかする人いますけど、いろんな人にこう話しするとその人からの反響が得られて、自分は何かどんなものかっていうことも分かるのかもしれませんね。まあ、過去の出来事が、まあ、今の自分にどんな影響を与えるか、与えているのかっていうことですよね。過去の出来事からどんな感情が生まれたのか、ここから何を学んだのか、どんな変化があったのか、どんな影響を受けたのか、まあそういったやっぱり質問ですよね。まあ、いろんなこうなんていうか、もう記事とかね、新聞記事とかテレビの情報番組とかドラマとか映画とかいろんなねものがあるんですけども、そういったものをね何か感想文を書く癖がついてると、こういうのはすぐ答えられるかもしれないですよね。まあ、いろんなあらすじをこうまとめてみて、それで自分が感じたこととか違和感に思ったこととか、あ、これは違うとかこれはいいとか、それと、それから何か自分がこう並んだことを書いて、それをこう、なんていうかな、そこからその、どう行動するかっていう、もうこれはもうパターンですから、その思考パターンをこううまく使っていくと、
いいですよね。それとも、まあ、さっきも話しましたが、書き出すということですね。書き出すと、まあ、自分の傾向や特徴が分かって、自分のこだわりとか大切にしたい考えが発見できますよね。まあ、こだわらず、偏らずとかね、とらわれずとかなんか言ってますけど、まあ、そんななんかこう、こだわりとかあってもいいし、なくてもいいし、まあ、自分のことが分かるとね、相手のことも分かるようになってきて、なんかこう、平和な気持ちになるかもしれないですよね。まあ、過去のさまざまな経験から今の自分が作られているということです。まあ、事実であり真実なので、どうしてもその自分の中でこう歪曲したりとか、いいことばっかり思い出として残してるんでしょうけど、まあ、悪いこともね、いいこともないので、それはできただけ、真実、事実だけですね。過去の自分に会うという、まあ、自分を知るということで、まあ、無意識のその思考習慣とか行動習慣を繰り返しているだけなんですよね。それをこうパラダイムシフトじゃないですけど、変えていく、少しずつ習慣を変える、起きる時間を変えてみたりとか、寝る時間を変えてみたりとか、付き合う人を変えてみたりとか、まあ、過去の出来事を振り下げて自分を知るということも大事なんですけども、まあ、その今の自分もね、大事にしてみるといいと思いますね。でその上で、何を目指してどのように行動するのかを考えるということですね。まあ、考える習慣というのはなかなかこう、めんどくさいのでね、誰かに考えてもらったものをこう行動するというのが一番楽なんだけども、それではね、なんかこう、楽しいかもしれないし、楽しくないかもしれないけども、なんかもっともっとね、建設的なことをできたらいいと私は思いますね。で、そういったことを考えると、新しい自分が誕生して、こう、またまた再出発とか、再出発じゃないですね、新しくまた始まる。まあ、一番いいのはね、年の初めとか、月の初めとか、週の初めとかに、こう、そういった決意をすると、なかなかキリがいいと思います。今回は、テルリー村上って誰ということでお話ししました。ありがとうございました。